ブルース・メルニックは、アメリカ合衆国の宇宙飛行士、アメリカ沿岸警備隊の将校である。NASA と沿岸警備隊を退職後、航空宇宙業界に転身し、ボーイングのインテグレーテッドディフェンスシステムズグループの関連会社の副社長となり、ケネディ宇宙センターの運用を担当した。2008年に引退し、現在は、フロリダ州のメリット島に居住している。 メルニックは1949年12月5日にニューヨーク市で生まれたがフロリダ州クリアウォーターを故郷と考えている。1967年にクリアウォーター高校を卒業しジョージア工科大学に1年間通ってその後1972年にアメリカ沿岸警備大使館学校で工学の優等、学士学位を取り1975年にウェストフロリダ大学で 航空システムの修士号を取った。2001年4月28日に、ウェストフロリダ大学から名誉博士号を授与された。メルニックは、アメリカ沿岸警備隊で20年のキャリアを持ち、中佐まで昇進した。テキサス州、グランドプレーリーの沿岸警備隊航空機、プログラムオフィスで、チーフテストパイロットを務め、HH-65 ドルフィンの開発のほとんどと、 承認試験のすべての試験飛行を行い、飛行マニュアルも執筆した。沿岸警備隊在籍時に、二つのディフェンス、ディスティング主導サービスメダル、二つの主君飛行十字章、セクレタリー・オブ・トランスポーテーション・ヒロイズム・アワード等、メルニックは多くの賞を受賞した。1992年には、US コーストガード・アカデミー・ディスティング・イッシュと論内、アワードを受賞した。 主に SH-3C キング、シコルスキー S-62、HH-65 ドルフィン、T-38 で5000時間以上の飛行経験を持つ。1987年に NASA に選ばれ、1988年8月に宇宙飛行士となって、STS-41 と STS-49 で宇宙を訪れた。 彼は宇宙を訪れた初めての沿岸警備隊の飛行士となった。1992年7月に沿岸警備隊と NASA を退任した。メルニックは現在、ケネデ宇宙センターのボーイングフロリダオペレーションズの副社長を務めている。この組織はボーイングインテグレーテッドディフェンスシステムズグループの1部門でボーイングのプログラムに様々な支援サービスを提供している。本部は フロリダ州、タイタスビルで、約2400人の従業員が働いており、NASA や国防総省に対し、スペースシャトル、国際宇宙、ステーション、デルタロケット等への技術、設備、メンテナンス等のサービスを提供している。また、ベルニックは、フロリダ州内での新事業の追求も担当した。かつては、ケネディ宇宙センターで1600人の従業員を、 抱える NASA とのペイロード地上運用契約のボーイング即服代表を務めていた。この契約にはスペースシャトルのミッションで打ち上げ前及び着陸後の宇宙船やペイロードに関する全ての技術的及び設備的サポート及びメンテナンスが含まれていた。またこの部門は NASA 及びその受け負い業者に対し国際宇宙ステーションのハードウェアの支援も提供していた。 ボーイングに入社する前の1994年から1996年まで、かつてロッキード・マーチンの一部門だった、ユナイテッド・スペース・アライアンスのシャトル・エンジニアリングのディレクターを務めていた。1992年から1994年までは、ロッキード・スペース・オペレーションズ・カンパニーのプロセス・インプルーブメント・テクノロジーのディレクターを務めていた。ありがとうございます。